プレイし始めてだいぶ経ちますね。そうですね。もう私たちは友達と言えるのでしょうか。言えます。ああ答えるんだ。はい。ですよね。人間と機械が友達になれない理由なんてありません。はいって言ってくれて嬉しいです。いえいえって急に怖い顔になるのはやめてはい、こんにちは、ともです。それではデトロイトビカムヒューマンやっていきたいと思います。前回、結構すぐね、ハンクとの話でちょっと終わっちゃったんですけど、どうしようかなと思ったんですけど、一回ちょっとそれはそれでやって、で今回また動画でアップしようと思いました。はい、では続きどうなっていくのでしょうか、やっていきたいと思います。これはマーカスですね。ジェリコ・ケイ。ジェリコ・ケイって、ジェリコってなんかあれなの？最初船の名前かな、場所の名前かなと思ったけど違うのかな。あ、なんかこの道にいるアンドロイドはレンタル的なのかな、時間貸しアンドロイド的な。アンドロイドパーキングって言ってもらえる。ひどい。もうなんか見てるよ、赤くなってるよ。黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろう。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。どうするつもり？ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階、そこを目指すな。何が起きても平気なように細部に至るまで計画を練り上げよう。はい、受付。こんにちは。ご用件は？いや、特に。どうも。ん？人間のマネージャーを確認する。エリザベス・ウィルソン。子供かな？はい。スマートウォッチ。駐車バッジ。自宅住所。これ何の壁だ？防火設備不十分。電話する。エリザベス・ウィルソンです。駐車場学校消防。ああ、これで何かありましたよってチェキ立たせんのか。駐車場消防設備する。はい、そうです。実はアパートで火災が発生しているんですが、お越し願えますか？嘘、わかりました、すぐ行きます。ね、駐車場だったらすぐ帰ってきそうだけど、家まで帰ったらね。で、話す。パーカーさんと会う約束をしているんですが。ID の提示を。ああ、はい、もちろん。またすぐ。助けてくれ。はあ、変異体にしたのか。ID を確認しました。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。ありがとう。どうも。
なんかテレビ、災害の映像かな。アメリカ国多いですもんね、竜巻が。なかなかスーツ姿決まってるね。男性用トイレから荷物を。男性用トイレ、メンズバスルームかな。バスルーム風呂場じゃない、違う、いいのかな。でもそれっぽいのが それぐらい。こっちだよね。あ、監視カメラ見られてるよ。大丈夫？赤が使用中。すごい、みんな使用してるな。奥だけか。でも奥登る。ここになんか回収するものやったら、奥が人いたら大変だったね。待たなきゃいけなかった。なんだろうこれ。清掃用アンドロイドの制服的なやつかな。おう、まあそうだよね、格好的には結構人と見分けがつかない。アンドロイドの服着てないとね。多機能アンドロイドを見つける。多機能アンドロイド、うん、あ、いた。黄色いのか。この中か。あ、同じ服？変異させる、はい。協力してほしい。メンテナンスのカートの、そう、なんかドナちゃん色だな。非常階段の扉、非常階段？あー、どこにあったっけ。あ、監視されてんの？あれ、なんで監視されてんの？たまたまなのかな？あ、そこだね。はい。あ、なんか本もあったけど、今読めないっぽいね。はい、すいません。あー、くそ。読めなかった。あとで読めるかな？ノースだっけ。後をついていく。火星に生き物がいる。サーバールームに入るには、あいつらを追い払わないと。俺がやる。おー、すごい、雪の中。ニュース映像かな。あ、本読めるかな。あ、読めた。なんだこれ。プラシ、ああ、アンドロイドの兵士か。人だとね、怪我とかっていうので、やっぱそういうのもできるんだろうな。セレブ出身の大統領、女性の大統領ってことか。ハッキングするって書いてる。
うん、思ったんだけど、君はシステム、窓は俺が。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。見張る。あ、ロック。よし、これで入ってこれないね。で、手に取る。窓下ろす。吸盤。ああ、窓切って。ああ、ゴンドラ、はい。通り抜ける。ミッションインポッシブル。おお。さすがに、バレないか。どうだろうね。白くなると分かれちゃうかも。で、上まで行って、あ、止まったね。ここか。あ、ここでもまた切るのね。切る。切る。押す。おお、なるほど。平気か。当然でしょ。さあ、合流しよう。業務エレベーターを呼ぶ。ああ、はいはい。二人も来てたんだね。なんだろう、爆弾？なんかドキドキしてきた。ガードを気絶させる。いいか、殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。いや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 、まあ、どうする。待ってろ。攻撃はダメだろうね。あの、下がった。銃の空。おい、何してる。命令する。
放送局を目指す。鳴らす。見えるように手を上げて。立って。ほら。おお。オペレーター、オペレーター、オペレーター、オペレーター。あれ、アルツ行かない。ああ、いたいたいた、はいはい。あ、やばい。やばい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 。撃ってマーカス。やめろ。ああ、でも。ダメだ。撃てばダメだ、やっぱり。メッセージを録画しよう。あまり時間がない。はい。どうすんの？あ、スピーチを始める。はい。お願い、慎重に言葉を選ぶ。うわ。あなたの言葉で未来が決まるの。え、これでエンディング変わったりするのかな？マーカス、顔を。おお。いいか、始めるぞ。はい。始めよう。おお。なんだあれ、カメラになったのかな。落ち着いて、ダーコでしゃべって。落ち着いてかな。あなた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族になった。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいんです。権利、ああ、種族の認知、奴隷制の廃止、平等、言論の自由。あー、どれも必要だけどね。まあ平等かな、まず。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。奴隷制の味、言論の自由。あー、言論も必要。でも奴隷も嫌だな。奴隷制、私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。公平な裁き、これ労働だから公平かな。ここにアンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう求めます。で、隔離、労働、選挙権、労働、ここに公正な労働の対価を要求します。所有権、生産設備、領土。これなんだろう。領土はでも一緒に暮らすからいいでしょう。生産設備、アンドロイドの所有権かな。ここに尊厳ある暮らしを営めるよう財産の所有権を要求します。希望団、希望。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。やつらだ。ああ、やばいやばいやばい。ああ、やばい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 。あ、撃たれた。最後、兵器か。俺はもう無理だ。置いていってくれ。最後。やばいやばいやばい。何してる、急いで。わあ、やばいやばい。あ、なんかブルーブラッド残しちゃったんじゃない。足が動かないんだ。大丈夫、みんなで帰ろう。奴らが来る、もう行かないと。ええ、あれじゃサイモンは止めない。
もし捕まれば奴らは必ずメモリーを調べる。置いてはいけない。うわぁ、撃つしかないわ。仲間だぞ、殺すなんてできない。あなたが決めて。うわぁ、殺せん。仲間は殺せない。最後、もう行くよ。すまない。行こう。サイモン自分で撃ちそうだな。わー、一生懸命罰連打したんだけどな。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えたもの。計画は密かに実行され、犠牲者は報告されていません。事件はこのスタジオのわずか2メーター先で起こりましたが、スタッフに危険が及ぶことはありませんでした。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。平和的とも取れる声明ではありますが、背筋の凍るような要求であることに変わりはありません。あ、セロン教会になった。またこのアンドロイドが果たして何者なのかという謎は残されたままです。容疑者は一体のアンドロイドなのでしょうか、それとも組織的集団なのでしょうか。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお、皆さんは機械を信用できますか。はい、3つ埋まりました。これはね、ちょっとね、ここはね難しかったです。何回かやって、で最初はサイモンが破壊されたんですよ。でなんとかね、ちょっとねサイモンを助けたいと思って何回かやったんですけど、で結局助けるためには、どこだっけ、ここか、あ、ここじゃない、もうちょっとこれか、スタッフが逃げ、そうそう、これオペレーターは撃つ撃たない、これでね、撃つとオペレーターが死んで、警察スワットかなが遅れるんですよ、来るのが。だからサイモンも怪我しないで逃げれるんですけど、脱出できたか、サイモンを出た。でもね、それやっぱりしちゃうと、人殺しちゃうと教官がみんな反乱、反抗か、人間の人たちが、セロンが。いやー、これね、だからどうやって進めようかね、ちょっとね迷いました。なー、サイモン救いたかったな。でもセロンを共感にした方がなんかね、いいエンディングに行けそうな感じもするので。でサイモンなんかブルブラと扉にペンってなんか残しちゃったし、でもあれでね、サイモン一緒に逃げても結局危ないようだけど、でもなー、ちょっとねここはね、なかなか選ぶのが大変というか迷いました。皆さんはどれで進めます？はい、では、ちょっとこれでね、脱出できたけどサイモンを置いてた、ちょっと結局ねサイモン助けるあれ言われるんだけど、やっぱセロンを味方にしないとアンドロイドの未来がないっていうことで、ちょっとアンドロイドの未来をいい未来になるような感じで進めたいとまず最初は思うましたので、これで進めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。